まず、ちょっと冒頭ですね、社民党としての、ちょっと記者会見ということで、福島党首の方からちょっとまずお願いをしたいと思います。はい、どうも皆さん集まっていただいてありがとうございます。今日は何といっても岡崎紗恵子さんの、この、予定候補 の、 本当に決意表明を皆さんたちに聞いていただくというのがメインですが、一言記者会見を冒頭やります。まずウクライナの戦争を何としても止めたいというふうに思っております。で、核兵器とそれから原発が非常にリスクが高い、持っていることそのものが危険ではないかということもこの戦争の中で明らかになりました。核兵器廃絶と原発、撤廃廃止を、核と人類は共存できないという立場で社民党をしっかりやっていきたいと思っております。でもう一点は防弾チョッキなどをウクライナに供与するということを政府が決めたことで、この変更は問題である、反対というのが社民党の立場です。実はウクライナの人たちに寄り添う気持ち、なんとか救いたいということは実は非常にあります。しかし海外に出すときに汎用品に限ってきた、非軍事的なものに限ってきたわけです。ですから確かに防弾チョッキはそのものは攻撃的なものではないかもしれませんが、やはり戦闘行為の中で使われると。で、今回のことはウクライナだけに限定するのかどうか、ちょっと分かりません。他のことに言及する人もいれば、でこれウクライナに限ってということで仮にあったとしても、今後このことがまた使われる、あるいは拡大していくという危険性があるので、社民党はこういう戦闘行為が行われている時への支援は、日本政府の支援は非軍事的なもの、医療品やさまざまなもの、生活支援とか生活支援物資とかそういうものに限り、非軍事的なものでないものについてはやはり出すべきではないと思っております。今回のウクライナに対するロシアの侵攻については国会は衆議院と参議院で決議を出しました。それは本当に正しいことで、戦争反対です。ただ、今回なぜ、防弾チョッキ出すことに反対するかといいますと、イラク戦争の時は小泉総理はすぐアメリカのイラク侵攻を支持し、そしてイラク特措法を作っていくわけです。私たちはこのアメリカのイラク侵攻そのものは間違っていると、後で大量破壊兵器はなかったことが分かったわけですが、その戦闘行為そのものが評価が分かれるということもあります。今回のウクライナに関してはロシアの侵攻は国際法違反で1ミリも同意できない。で、ウクライナに対してはこれを本当に支援するということなんですが、これがイラク戦争の時は違う様相を呈しておりましたし、真っ二つに解釈がと、それから賛成反対と分かれておりました。今後やはり例外を作ると、いやその戦闘行為に出すのはおかしいでしょうというふうなことも起こりうるかもしれません。ですから全ての戦闘行為に関してはやはり非軍事的な支援をやるべきだということで、今回の防弾チョッキなどの支援については社民党は反対です。でやはり、いろんなところで平和やと軍事ということに関してはしっかりやっていかなければならないというふうにも思っています。今日予算委員会で外務大臣に台湾有事を起こさせないための外務省の努力などについて聞きました。台湾有事と軽々に言ってはいけないと、沖縄南西諸島そして日本を二度と戦場にしないために私たちはやるべきですし、ウクライナのこの戦争から私たちが学ぶべきは軍縮、平和で平和は大事、戦争反対、武力で平和は作れないということです。ですからそのことを大事に社民党憲法9条を変えさせないためにも頑張っていきたいというふうに思っております。以上です。ここまでの方向で何かご質問ありますか？なければじゃあ引き続き、進めさせていただきます。